皆さんこんにちは、設計プロデューサーの志保です。今回は前からねたくさんリクエストをいただいていた私が使っているカメラ機材についてご紹介します。私は2020年にもねカメラ紹介の動画上げていたんですけど、私もねこの3年で実はいろいろとアイテム買い替えました。ということで今使っている最新のものをねご紹介したいと思います。お話しする内容はこちらです。今回はカメラ本体とレンズ、そして三脚などをご紹介していきます。実際にその機材で撮影した写真もね載せていますので参考にしてください。まずカメラの選び方です。本当にどのカメラがいいかっていうのは人それぞれで正解はないんですね。車と一緒ですよね。性能とか価格、あとデザイン、何を重視するかっていうのは本当に人それぞれだと思います。そんな中で私が重視するのは3つ、小型、軽量、そして高画質です。で、私は特に世界中を旅して歩きながら撮影をするので、小型で軽量っていうのは何より大事でした。こうやってね首からよいしょぶら下げてカメラを持って歩くので、重いカメラだとねもうそれだけで首が凝ってきちゃうんですよね。なのでカメラは小さければ小さいほど、そして軽ければ軽いほど嬉しいと私は思っています。あと私はね車の運転は基本的にしないので、このねリュック一つで電車とかバスを使って移動しています。なのでこのね一つのリュックに収まるサイズ、そして重さっていうのも重視をしています。レンズもね何本も持ち歩くことはできないので、一本でズームして大体何でも撮れるようなものを重視して選んでいます。あとは高画質ですね。私は絶景プロデューサーという肩書きで仕事をしているので、こう旅して撮った写真っていうのは例えば書籍だったりとかポスターという形で引き伸ばして使うことが多いんですね。なのでデータをこう引き伸ばしてもザラザラしないような、そんな高画質で撮影できるっていうのも一つ大事なポイントでした。なので私にとってのいいカメラっていうのは今お話したこの3つの条件だったので、これに当てはまるカメラを今私は選んで使っています。ということでそれが何なのかっていうのをご紹介していきます。まずカメラですが、私が今使っているのはソニーのカメラの α7C というものです。実はこの機種私気に入りすぎて全く同じ機種を2台買ってしまいました。今この動画を撮っているこのカメラも同じ α7C です。色が2つありまして、こちらはシルバー、そして今目の前にあるカメラはブラックです。で、私がソニーを選んだ理由は何といっても小さくて軽い、これにつきますね。現時点ではこの小型で軽量というところでソニーの右に出るメーカーはないと言っていいと思います。で、まあ、カメラといっても本当にいろんな性能があっていろんな分類があるんですけど、中でも値段はちょっと張るんですけど、その分いいデータで撮影をすることができるのがフルサイズに分類されるカメラです。で、まあ、難しいことはね私もわからないので割愛をしますが、こんな感じでねカメラの中に入っているイメージセンサーという部品がですね、スマホとか小さいカメラに入っているものと比べていいパーツを使っているんです。なのでこのイメージセンサーがいいものを使っているということで、フルサイズに分類されるカメラは高いんですけど、その分いいものが撮れるということなんですね。なので、まあ、いわゆるカメラを仕事にしている方はこのフルサイズの機種を使っている方がほとんどなんですが、そんなフルサイズの機種の中で世界最小そして最軽量というキャッチコピーで発売されたのがこのソニーの α7C というモデルでした。と発売されたのは2020年の秋ですね。もうこれが新作として発表された時は私はもうねまさに求めてたのこれじゃんということで本当に楽しみにしていて、発売日にわざわざ買いに行くぐらい楽しみをしていたカメラでした。今私が使い始めて2年以上経っているんですけど、実際使った感覚もイメージ通りでした。なので2台目を購入したのも使って2年間経った後でした。なのでね私誰よりもこのカメラ屋外で使っているんじゃないかなと思いますので、旅をして写真を撮る人にはめちゃめちゃおすすめできる機種です。あとはこういう風にね YouTube 動画を撮るのにもこの α7C っていうのはおすすめです。なぜかというとね、こういう風に液晶をはいじゃんバリアングルという形で手前に向けることができるんですね。こんな感じで、はい、傾けて一周することができます。はい、
で、このバリアングルモニターっていうのはソニーの他のカメラには実はついていないものが多いんですね。私が1個前に使っていた α7II という機種はこれがついていなかったので、動画撮るときにわざわざね裏側まで回り込んで画角をチェックしたのでめちゃくちゃ不便でした。で、実際に α7C1 台目を買った後、2台目として何かを買おうと思ったときに私は α7III と悩んだんですね。ただ3にはこのバリアングルモニターがついていないので、じゃあ同じものだけど2台目でいっかということで 7C を2台目購入したという流れでした。ただソニーでもね、最近発売される新しいモデルはこのバリアングルモニターついているものが多くなってきていますね。嬉しいです。そして、まあ、皆さん気になるお値段なんですけど、この α7C は本体だけの価格でだいたい25万円前後です。あとはこれにね、こうやってレンズが追加された値段になっていきます。まあね、全然安いというカメラではないんですけれども、最近のねカメラ市場の傾向としてはどんどん高性能、そしてどんどん値段が高くなっている傾向にあるかなと私は思っているので、その中なら比較的手が出しやすいんじゃないかなと思います。そしてレンズですが、現在私は3本のレンズを持っています。3本とも全部ズームレンズです。1本目がソニーの24-240、そして2本目と3本目がいずれもタムロンで17-28mm、そして28-200mm、この3本すべて買って使っています。レンズにもいろいろあるんですけど、旅で使われるレンズはだいたい単焦点レンズとズームレンズ、この2種類があるんですけど、まあ、1本でオールマイティに撮れるというとやっぱりズームレンズの方が便利ですね。単焦点はね、こうズームすることができないので、自分の足で動いてこの画角を調整しないといけないんですね。まあ、その分ね、背景が綺麗にボケたりしてくれるので、それはとっても綺麗ですね。なので風景よりも例えば人だったりとか食べ物だったりとか、そういうものをメインで撮るっていう人は単焦点レンズ使ってもいいんじゃないかなと思います。ただね、私自身は単焦点レンズちょっと苦手だなと思っているので、レンタルして使うことはあるんですけど、自分では1本も持っていないです。で、私が持っているこの3本のズームレンズ、どうやって使い分けているかというと、まずね、1本もうレンズをつけたまんまでそれだけで出歩きたい、レンズ交換をしたくないっていう時はこのソニーの 24mm-240mm のズームレンズを1本で使います。このレンズは一番広い画角が 24mm という画角なので、部屋の中広いところを撮影したりとか、あとはねカフェとかに行ってこうやってスイーツを手に持って撮影をする時とかは、私にとってはね 24mm がギリギリ収まるサイズだなと思っています。今写っているこちらは愛媛県で撮影した、室内から撮影した紅葉の写真で、もう一枚こちらはですね、沖縄県で撮影した手にサンゴを持って夕日を撮っている写真です。で、続いて望遠側なんですが、一番ズームした側は 240mm という画角で撮れます。一般的な風景写真であれば、ここまでズームできればだいたいどんな風景写真もまずは撮れると思います。私が使っているフルサイズという機種ならね、1枚のデータ量が多いので、それなりにトリミングをしちゃっても全然問題はないです。こちらはこのレンズを使って北海道で撮影した野鳥の写真ですね。ズームするとね、背景も綺麗にボケてくれます。今ご紹介した3枚の写真はね、全部このソニーのレンズ1本で撮影することができます。なのでこの1本でね、旅はだいたい行けるんじゃないかなというレンズです。ただね、これ難点がありまして、ソニーのレンズってね、重くて大きいんですよね。このレンズだけでなんと 780g もあって、ちょっとずっしりします。そこで登場するのが、続いて2本目タムロンのレンズですね。タムロンはね、日本のレンズメーカーなんですけど、もうね、小型軽量に特化したレンズを作っているんですね。なので本当に旅に最適なレンズたくさんあります。そしてソニーの純正レンズよりも安い値段で手にすることができます。まず一つ目ご紹介するのが、私が2020年から使っている 17-28mm というレンズです。ちょうどね、今このレンズを撮るのに使っているんですけれども、とても小さくて軽いレンズです。このレンズは料理とかカフェとか、そういうものを撮影したり、あとは先ほどのね、こうやって手に持ったものを撮影するとき、あとは建物の中を撮影したりするのに向いているので、旅の思い出写真みたいなものを撮りたい人にはとってもおすすめなレンズです。こちらは静岡で撮影したたい焼きの写真で、こちらは佐賀県で撮影した屋内から見た紅葉のリフレクション写真です。こうやっぱり広角なので、広がりのある風景を撮ることができます。あとはこのタムロンのレンズは F 値が 2.8 ということで、とっても明るく撮れるという特徴もあります。先ほどのソニーのレンズはね、 F 値最小が4、ね、ちょっと暗いレンズなんですね。なのでこのレンズは星空を撮るときにも使います。こちらは愛知県で撮影した星空です。
そして3本目のレンズ、それがこちらですね。最近購入したタムロンの 28-200mm というレンズです。絶景写真だとね、やっぱり 200mm ぐらいは最低でもズームしたいなと思いますね。こちらの写真は北海道で撮影した流氷と灯台の写真です。で、まあ、最初にご紹介したソニーのレンズと今ご紹介した3本目のタムロンのレンズ、結構重なるレンズなんですよね。で、撮れる画角でいうとこちらが24-240で、こちらが28-200ということで、広角側も望遠側もタムロンの方がちょっとずつ狭いという感じになります。ただね、このタムロンの方がなんといっても小型で軽量なんですね。こちらは 575g なので、ソニーのレンズよりも 200g 以上軽いということになります。たった200なんですけど、これ結構ね、首からぶら下げてると大きな違いなんですね。比べてみると、はい、ちょっとね、カメラ越しだとなかなかわからないんですけど、実際手に持ってみるとね、左側だけこう傾いちゃいそうなぐらいこっちの方が重いので、比べてみたい方ぜひビッグカメラとかね、ヨドバシの店頭に行ってこの2つ持ち比べてみてください。このね、タムロンのレンズは買ったばっかりなんですけど、今のところ結構気に入って使っています。で、まあ一つ希望を言うならね、この 28mm200 のレンズ、広角側は 24mm まで広角だったら、この1本でね、どこでも行けたのにな、このソニーの代わりになったのになと思っています。 28mm だとね、ちょっとこう手に持ったものを撮るっていう時に画角が足りないんですよね。あと 4mm、 ぜひタムロンさんよろしくお願いします。ということで、私が愛用しているカメラはソニーの α7C が2台、そしてレンズがズームレンズ3本でした。あとレンズについてはよくレンタルもします。私は以前ご紹介したレンティオっていうレンタルサービスをよく使うんですけど、何十万円もするようなレンズがね、2、3万円で借りることができるので、とっても便利です。レンズってね、結構家で保管するのもね、大変だったりするので、あんまり使わないよっていう人は都度ね、レンタルするっていうのもいい方法だと思います。こちらについてはね、過去別の動画でお話ししているので、そちらをご覧ください。そしてここからは周辺機材のご紹介をします。まずは三脚ですね。はい、私はずっとこちらの、はい、ヴァンガードというメーカーの三脚を使っています。これはベスタというシリーズのものです。三脚もカメラと同じで、私が選ぶポイントは小型で軽量っていうところですね。で、三脚なんですけど、素材が大きく2種類ありまして、アルミとカーボン、この2つが主流になっています。で、軽さで言うとカーボンの方がアルミよりも軽い素材なんですね。で、私はリュックに三脚を挿して背負って歩くことが多いので、そんな軽さ重視でカーボンを選んでいます。私が今使っているこちらはだいたい23,000円ぐらいする三脚です。あともう一つ三脚なんですけど、スマホ用の簡易的な三脚もよく使います。それがこちらです。はい、この後ご紹介するんですけど、私はスマートフォンでの星空撮影っていうのもよくやるんですね。その時に使うためにこの三脚は購入しました。 Amazon で3000円ぐらいですね。で、これ結構コンパクトで、もう全然片手で持てるぐらい軽いんですけど、一番長さを高くすると私の身長ぐらいまで伸びるっていう、結構優れもので使いやすい三脚です。まあ、さらにね、この三脚なんですけど、スマホ専用ではなくて、例えばこういうね、ソニーみたいな一眼カメラを載せて、はい、こうやって使うっていうのもね、できなくはないです。物理的にはね、これ一緒に使うことも可能です。なので、本気で 1g でも軽くしたい旅っていう時は、この三脚にソニーのミラーレスを乗せて撮影するっていうこともなくはないです。ただ三脚ってね、軽ければ軽いほど不安定でブレて倒れやすくなってしまうんですよね。なので、こういうね、重いカメラを軽い三脚に乗せると頭でっかちになってすぐ倒れてしまうので、あんまりおすすめはしないですね。三脚はもちろん軽い方がいいんですけど、まあ、ある程度の重さがあるっていういい塩梅を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。続いてスマホのご紹介なんですけど、旅にはね、やっぱりスマホカメラも欠かせないですよね。私もね、正直この仕事をしてなかったら全然一眼カメラいらなくて、スマホだけで十分だと思います。で、私はスマホは2台持っています。こちらが iPhone の 13 Pro、 そしてこちらが Google の Pixel 7 Pro です。で、私はメインで使っているのは iPhone なので、インスタのストーリーに載せているような写真や動画は iPhone で撮影をしています。ジンバルなどはね、特に使っていません。で、この iPhone は旅行中にね、いちいち取り出すと落としちゃったりして、とっても危ないので、このね、はい、前にも動画でご紹介したライトニングケーブルっていうのを挿していつも使っています。ケースなしでね、はい、こうやって簡単にワンタッチでネックストラップにすることができるので、旅中にはね、スリの対策にもなるので、とってもこのストラップは愛用しています。で、
Google の Pixel については私はもうねカメラとして使っています。それぐらい性能が素晴らしいんですよね。で特にこの Pixel は夜景に強いので下手にこの一眼カメラで撮るっていうよりかはね綺麗に撮れてしまいます。例えばこの写真はピクセルで撮影してるんですけども本当にねスマホで撮ったとは思えないぐらい細かいところまで描写できていますよね。こちらは岡山県の工場夜景です。であとこのピクセルはなんと星空も撮ることができちゃうんですね。シャッターボタン一つ押すだけで誰でも簡単に天の川を撮ることができるので本当にびっくりするんですけど、この今写っている写真もスマホで撮影をしました。愛知県で撮ったものです。このねピクセルの星空撮影機能は本当にねカメラに詳しい人に見せてもびっくりするぐらいの出来なんですよね。ただ星空を撮るときは長時間固定していないといけないのでそういう時にこちらの先ほどご紹介した三脚が必要になってきます。これ星空撮る時だけなのでね夜景の時は三脚はなくて大丈夫です。でこのピクセルの星空撮影の凄さっていうのはね過去に私別の動画でご紹介をしているので気になる方はそちらをご覧ください。で私はね三脚こうやって2つ持っているんですけども2つも持っていくのがめんどくさいという時そういう時のお役立ちアイテムとしてこちらのカメラシューマウントです。これねどうやって使うかというと今ちょっとね設置してみます。はいという感じでですねこのね一眼カメラの上にスマートフォンを固定できるというそういうアイテムですね。シューっていうのはねこの一眼カメラの天井部分の部分を指すんですけどここにねこのアイテムを差し込んで固定することでこの一眼カメラを固定することができます。なので星空撮影するときにこちらはこちらで撮影してスマホはスマホで撮影できるっていうのが1個の三脚でできるので荷物を減らしたいときはこのねシューマウントっていうのを私は使っています。でこのねカメラシューマウント私は Amazon で1000円ぐらいで買ったアイテムなんですけど今ね探してみたら同じものはなくなってしまっていたので下の URL 欄には似ているアイテムを載せておきます。続いては旅先で自撮りに使うアイテムをご紹介します。私は旅先でねこういう写真を撮ることが多いんですけどこれは一人旅の時に撮影した他撮り風の自撮り写真です。これどうやって撮ったかというと三脚と遠隔シャッターで撮影をしています。ソニーの場合はスマートフォンのアプリをダウンロードすればこのねスマートフォンを遠隔シャッターとして使うことができるんですね。なので三脚でこの一眼カメラを固定しておいてそしてこちらのアプリで離れたところから画角をチェックして立ち位置を決めてそしてパシャッとシャッターを押すとこんな一枚が撮れるとそういうわけなんですね。あとは遠隔シャッターを使わずにセルフタイマーの10秒でダッシュして撮影するっていう方法もなくはないです。結構ねアプリがうまくつながらないみたいな時あったりするのでそういう時はね人がいるとちょっと恥ずかしいんですけれどもこちらでセルフタイマーを押した後10秒間でダッシュして何気ないっていう感じでポーズを撮るっていうこともあります。恥ずかしいのでねできるだけやりたくないんですけれども。あとは私が使っているこちらのカメラバッグのリンタなんですけどこのバッグはねこうやって地面に置いて自立してくれるんですね。でしかも前側のポケットにこうやってスマートフォンを入れると簡易的に固定することができるので三脚いらずで簡単なものだったら撮ることができます。こちらの動画は今のやり方でタイで撮影した動画です。続いてシーンごとに使い分けるアイテムですがまず雪の撮影で使うものですね。それがこちらのストロボです。つまり外付けのフラッシュですね。私はソニーの純正のものを使っています。雪の撮影の時にストロボを使わずに撮ると雪がねこんな感じで雨みたいに映ってしまうんですけどフラッシュを焚くことによってこんな感じで丸く幻想的なちょっとファンタジーのような雪を撮ることができます。でこのストロボ私昔は安いサードパーティーのものを使っていたんですけどやっぱり純正の方が使いやすそうだなと思って買い替えました。でこのストロボで注意が必要なのがこれはね充電式ではなくて乾電池式というところです。寒いところで撮影していると新品の乾電池でもあっという間に充電が1時間ぐらいでなくなってしまうので必ず予備の乾電池を持っていくようにしましょう。そして花火を撮影するときに使うのがこちらのワイヤレスリモコンです。で花火の撮影っていうのは普通のパシャッと撮る撮影とは違くてこうやってドーンと打ち上がって開き始めてから開き終わるまでを開くっていうねちょっと
変わった撮影をします。この写真は山形県の赤川花火大会で撮影したものなんですけど、このリモコンがあれば花火が開いた瞬間にこのボタンを押して、花火が開き終わったなと思った時にまた押すと、その間だけシャッターが開いているっていう撮り方をすることができるので、花火を撮影する時はこちらのね、本体のシャッターボタンには一回も触れずに、ずっとこのリモコンで花火を見ながらバシャッバシャッバシャッという風にシャッターを切っています。で、これはね、もちろん遠隔シャッターでもあるので、今こういう YouTube 動画を撮る時にも使います。あとはこちらの空撮用のドローンですね、広げてみましょう。はい、こんな感じでね、私の手のひらにも乗る小さいサイズです。最近はね、出番は少なくなってきたんですけど、先日ね、久しぶりにインドネシアで飛ばしてきました。こういうね、目では見れない俯瞰のアングルで撮影できるのが楽しいですよね。こちらはインドネシアのピンクビーチというところで撮影しました。で、こちらの機種なんですけど、私はね、DJI 社の Mavic Air というね、少し前に発売された機種を使っています。最近はね、もっと小型で高性能のものが出ているので、これから購入する方はそちらをチェックしてみてください。そしてそれ以外のカメラですが、私は以前360度カメラとか GoPro とかいろんなアイテムをね、リュックに詰めていっていたんですけど、最近はね、できるだけ荷物を減らして、こうストレスフリーに旅とカメラを楽しみたいなと思っているので、基本的には一眼カメラとレンズだけをリュックに入れて旅に行っています。そして最後にご紹介するのが、これらの機材を入れるカメラバッグですね。こちらは私がプロデュースしたリンタというカメラバッグです。今市場に出ているカメラバッグって結構男性が使いやすいものが多いんですよね。なので女性が使いやすいデザインのものが欲しいなと思って、こちらプロデュースしました。で、リンタはね、こんな感じで、はい、空間がね、上と下で2つに分かれているので、この下の部分にカメラとレンズを分けて収納することができます。このグレーの仕切り部分はふわふわとした緩衝材になっているので、カメラとレンズをそのまま収納することができますし、ドローンもね、入ってしまうような、実は小型に見えて大容量のサイズです。で、自分で使っていて何より便利なのが、座ったままサイドポケットからカメラを取り出すことができるということです。これはね、絶対つけたかった機能だったんですけど、実際購入して使っていただいている方にもすごく使いやすいと好評いただいてます。あとはカバンの中にはクリアケースもついていて、 SD カードをそのまま入れることもできますし、なんとポケットが14個もついているんですね。なので予備バッテリーとかレンズクリーナーもポーチいらずでそのまま収納することができるので、荷物を減らすことができます。そしてこういうね、三脚は2つの方法で収納できます。こうしてサイドポケットに差し込んでベルトで固定する方法と、リュックの底にベルトで固定する方法があります。そしてリンタはね、カメラバッグでもあるんですけど、トラベルバッグとして作ったものなんですね。なので旅行の時に便利な機能もたくさんついてまして、例えば海外旅行でパスポートを隠して入れられるような隠しポケットがたくさんついていたりとか、キャリーケースの上に乗せてそのまま運ぶことができるような、いろいろ使いやすさにこだわって作っています。興味がある方はぜひ公式サイトや過去のリンタの紹介動画をご覧ください。ということで、現在私が使っているカメラアイテムについてご紹介しました。本当にね、何がいいか、何がおすすめなのかっていうのは人それぞれなんですね。なのでカメラやレンズ選びで悩んでいる方は、ぜひね、この動画だけではなくて他の方の動画もたくさん見て、そしていろんな店員さんに質問してみて悩んでみてください。今回の動画に関して何か質問があればコメント欄でお寄せください。以上、絶景プロデューサーの志保でした。バイバイ。